写真拡大。阪神 6-3 ヤクルト14日甲子園球場。まさに打って走って守っての大ハッスルだ。阪神サンズが甲子園で観戦した家族の前で存在感を示した。まずは4回に守備で見せる。雄平が放った左翼への大飛球をフェンスに激突しながらもジャンプ1番見事にキャッチ。甲子園はホームだからフェンス際のプレーは特に時間をかけて練習してきたんだ。ファンの声援は本当にありがたいね。場内のファン、そしてマウンド上の秋山も拍手で好プレーを称えた。走塁で見せたのは4回同点に追いついた直後だ。あそこは絶対に帰らないといけない状況だったし安心したよ。四球で出塁し三塁まで進んだサンズは木浪の右肘で本塁へ激走。巨体を揺らしながらギリギリのタイミングで一時勝ち越しとなるホームへ滑り込んだ。本職の打撃では来日初となる猛打賞。まずは2回の第1打席で痛烈に1、2塁間を破る右前打を放つ。6回の第3打席では中前に弾き返し、7回の第4打席は1塁後方へのフライを右翼雄平が捕球し損ねる間に懸命に走って2塁打とした。第2打席の四球も含め4打席全てで出塁してみせた。この活躍にスタンドでメガホンを叩いたモーガン夫人と2人の息子も大喜び。前回観戦に来ていた DeNA 戦で三振した時、息子にもう三振しないでよと言われたんだ。今日は家族の前で良いプレーができてよかったねとパパは笑顔を見せた。ボアに負けじとサンズも本領を発揮し始めた。